こちらはソーラーパネルのカバーガラスです。この製品は新見市の新見ソーラーカンパニーが使用済みのソーラーパネルから熱分解処理で原料のガラスを抽出し、倉敷市のガラス工房グラスタ友が製造したものです。これらのガラス食器も同じ原料で作られています。ソーラーパネルのリサイクルに取り組んでいる PV リボーン協会によりますと、太陽光発電は2012年に固定価格買取制度が導入され急速に普及しましたが、パネルの耐用年数は20年から30年ほどと言われていて、2040年頃からの大量廃棄が懸念されるということです。 PV リボーン協会は会員の企業と連携して使用済みソーラーパネルの資源化などに取り組み、製品の実用化を目指したいとしています。ソーラーパネルをソーラーパネルに戻すということは、我々それが一番やりたいことなんですよね。この板ガラスまで出来上がりましたということができたというのは、我々にとって非常に大きな一歩かなと、そういうふうに考えています。